にちは、バベルチャンネルのお時間です。当チャンネルはアシスタントの方からジュニアスタイリストの方までが技術知識を楽しく勉強できるチャンネルになっております。今日もバッチリといい情報をお伝えしますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まあ、今回なんですけども、今更感はありますが波巻きパーマの巻き方をご紹介したいなと思います。結構コツがいるんですけども、実はコツを習得してしまうとめちゃめちゃ簡単に巻けるようになるので、ショート動画とかリールとかでは分かりにくい細かい部分をしっかりとお伝えしていこうかなと思いますので、しっかり最後まで見ていってください。それでは早速動画の方に行ってみましょう。レッツゴー。はい、それではね、早速波巻きパーマをしていくんですけども、まあ、波巻きパーマって基本的に縦とかじゃなくて平で巻いていく、まあ、横でやっていくので横スライスからのスタートになります。基本的にはもう本当にパネル、まあ、使うロッドと同じぐらいの太さで取っていただいて、で、まあ、下巻きですよね。下巻きの形から入るんですけども、でロッドが3本分入りそうな、まあ、ここだとまあ12ミリがちょうどいいので12ミリで巻いていきます。1本目はもうシンプルですけど下巻きですね。1回転半ぐらい巻き込んで、でもう爪上2つを使って綾掛けです。でその次なんですけど、上ラバーがついてましたね。上に置いてくるんと向こうに1回転します。でその状態から爪の奥2つにかけます。そうすることでしっかりと波がついてくるよね。奥2つにかけたらぐるっと持ってきて反対側の上からかけます。下からでもいいんですけど、下だとこの紙を結構押しちゃうので上からの方がやりやすいです。でかけ終わったらこうですね。これでバッチリと波のウェーブがついてくれます。で最後の1本は下から入れて、ここがね結構キチキチになるパターンが多いかなと思うんですけども、ここも奥2つを意識してかけて、奥2つを意識してかけて早掛けしてもらうと波がしっかりついてくれます。もう一本巻いてみましょう。下巻きで 1.5 回転ぐらい巻き込んでいただいて、上2つで向こうに返して爪も上2つ、あ、上も下からやっちゃうんですかね。上からがやりやすいです。で最後下から入れて、この時がねちょっと入れにくいんですけどね、こういう風にもうバッテンがつく側の方の上2つではなくて、この下側の方の奥にかけるっていうんですかね、こっちにかけることでしっかりと波がついてくれるので、このバッテン、綾掛けの表面側ではない方の爪にしっかりとかかるようにしましょう。そうしないと波がねすごい平たくなっちゃうので、どうでしょう、できそうですか。最後はもう一個変形の巻き方をお伝えします。まあ、根元ギリギリまで波を巻くことが多いとは思うんですけども、少しこう波巻きに余裕がある場合、まあ、その巻いていく長さに対して結構ちっちゃいロッドで巻く場合に限るかなと思うんですけど、実はめちゃめちゃ簡単なやり方があって、ここからが違うんですけども、ロッドを置いたら、まあ、この
バッテンが来る側ですね、ラバーをかけた時にバッテンが来る側をゴムを持ってる方の手にちょっと傾けるんですね。だからまあ自分自身がこういう姿勢になってもいいんですけど、そうするとラバーがめちゃめちゃかけやすくなります。こう横からこうかけやすくなるんですね。でこっちも、通常だったらこの位置から持っていかなきゃいけないんでちょっとかけにくいんですけど、これをあえて自分の体に対してロッドが縦になるような姿勢になって、自分の右側からこうやってラバーをかけるイメージにするとすごくかけやすくなります。まあ、この手首の角度、手首の角度だけでいけないときには自分ごと傾いてバッテンが出てくる側にこう右手が来るようにしっかりとポージングすることですごくラバーがかけやすくなるので、なので実際これをじゃあこれをこっちにひねってなんかもうかけようがないじゃないですか。なのでやはりこのラバー方よりもこういう姿勢でやる方が結構かけやすかったりするので、ちょっとね皆さんも真似してみてください。以上になります。いかがでしたでしょうか。波巻きパーマの巻き方、参考になりましたか。結構ね、知ってるよという内容も多かったかもしれないんですけども、初めてこれから勉強していく方にはすごくお役に立つ情報が多かったんじゃないかなと思います。ラバーをかける順番であったりとか、まあ、手の角度とかそういうちょっとしたことを意識するだけで格段に技術はやりやすくなりますので、今後もですねバベルチャンネルよろしくお願いします。それではですね、次回もいい内容をしっかりとアップしていきますので、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。